お世話になっております、マサルです。今回は TCP ヘッダのフォーマットについて一緒に勉強していきます。トランスポート層は宛先まで確実に届ける方法を規定してくれています。その時の代表的なプロトコルは TCP と UDP でしたね。今回は TCP を使った時にどのようなヘッダのフォーマットを使っているのか、一つずつフィールドを確認しながら勉強していこうと思います。それでは始めていきましょう。それではまずは TCP ヘッダフォーマット全体像をご覧ください。この一つずつのまとまりのことをフィールドと言います。フィールドが多くて初めて見ると難しそうに感じるかもしれませんが、今回も一つずつ説明していくので一緒に頑張っていきましょう。ただ、一つのフィールドをあまりに細かく説明してしまうと情報量が多くなりすぎてしまうので、今回はまず概要だけお伝えします。まずは TCP ヘッダの各フィールドでこんな情報を規定しているんだなぁとイメージだけ掴んでもらえたらまずは OK です。それではまずは送信元ポート番号と宛先ポート番号から始めていきましょう。各ポート番号の情報は16ビットで構成されています。ポート番号とはアプリケーションを指定するための番号です。コンピューターは様々なアプリケーションが動いています。例えばウェブサイトを見るためのアプリケーション、メールをするためのアプリケーションなどなど、通信先まで情報が届いたら通信先のどのアプリケーションにデータを渡すのか指定する必要があります。その時のどのアプリケーションという情報はここの宛先ポート番号で規定しています。具体的な流れで見ていきましょう。届いたパケットの宛先のポートが80番であれば HTTP を表しています。つまりウェブサーバーを担当するアプリケーションに情報を送ってあげるということですね。次に送られてきたパケットの宛先ポートは21番です。21番は FTP を表しているのでファイル転送を行うためのアプリケーションに送られます。このように宛先ポート番号を見て各アプリケーションにデータを渡してあげます。ちなみにここで言うポート番号というのはスイッチやルーターの接続口であるこのような物理的なポートではないのでご注意ください。TCP や UDP で出てくるポート番号というのは目には見えない論理的なアプリケーションを識別するための番号です。それでは次、シーケンス番号を見ていきます。シーケンス番号は32ビットで構成されています。シーケンスというのは順序とか順番を表す言葉です。 TCP のシーケンス番号は分割したデータの順序や順番を管理するための番号として利用されています。シーケンス番号を参照することでデータが途中でなくなったり正しい順番でデータが到着しなかった時に気がつくことができます。次は確認応答番号です。確認応答番号も32ビットで構成されています。確認応答というのは相槌みたいなものです。 TCP では信頼性を保つために一定のタイミングでデータを受信した方から確認応答を返してくれます。送信者が送ってくるパケットの中にはシーケンス番号があるのでシーケンス番号を見て問題なければ確認応答番号で次からはここのデータをくださいといった情報が入っています。送信者は確認応答番号の情報を見て相手が正確にデータを受信できているのかを判断することができます。 TCP ではシーケンス番号と確認応答番号を使って高い信頼性のある通信を実現しています。次はデータオフセットです。データオフセットは4ビットで構成されています。 TCP で運んでいるデータが先頭からどこの位置なのかを表しています。 TCP ヘッダの長さを表していると言ってもいいかもしれません。1ビットは4バイトで扱われています。 TCP ヘッダはオプションによって長さが変わることがあります。オプションがない場合は20バイトです。オプションなしの20バイトの場合は 4×5 で5を表す0101という値がデータオフセットに入ります。次は予約です。将来拡張するときに利用されるフィールドです。今は使われていないので基本的には0000になっています。次はコントロールフラグです。コントロールフラグは8ビットで構成されています。このフラグを見ることで該当のパケットが新なのか、アックなのか、フィンなのか、またはその他のデータなのかを判断することができます。ちなみに各ビットで1が入った時に意味を持ちます。このような場合は7ビット目に1が入っているので該当のパケットが新であるということを判断することができます。次はウィンドサイズです。ウィンドサイズは16ビットで構成されています。ウィンドサイズというのは受信可能なデータサイズです。先ほどシーケンス番号と確認応答番号のところで TCP ではシーケンス番号と確認応答番号を使って信頼性を高めているという話をしました。
シーケンス番号と確認応答番号を使って高い信頼性のある通信をすることができますが、それはデメリットにもなり得ます。例えば要求をして、それに対して応答でデータが返ってきて、まだデータを送りきれていないので確認応答を送って、さらに要求、応答、データをもらう、さらに確認応答と、このようにデータを受け取るたびに確認応答をするのは手間がかかってしまいます。なので受信側は送信側にウィンドウサイズとして、今自分が受け取ることのできるデータのサイズを教えます。今このぐらいデータを受け取れるからまとめて送っちゃって大丈夫ですよという情報です。例えば2つまで受け取れるといったウィンドウサイズを伝えておきます。すると要求を行って、サーバー側では2つデータをまとめて送ることができます。この2つまとめて受け取ることができたら確認応答を返します。このようにウィンドウサイズを伝えて TCP の通信の中でも効率よく通信できるように工夫しています。次はチェックサムです。チェックサムは16ビットで構成されています。 IP ヘッダーの中にもチェックサムといった項目があったんですが、このチェックサムも同じようにヘッダーとデータが壊れていないかを確認するためのデータです。次は緊急ポインタ。緊急ポインタは16ビットで構成されています。緊急ポインタは緊急のデータの場所を表す情報です。例えば通信を途中で中断する場合などに利用されます。具体的には通信中にキャンセルボタンを押したりすると、緊急ポインターを使って情報を指定して緊急対応といったしかるべき対応がされます。次はオプションです。オプションは TCP の通信性能を向上させるために利用されます。オプションは最大40バイトまでの可変長です。決まった長さはありません。なお32ビットの整数倍にする必要があるので、もし32ビットの整数倍に足りない場合はパディングを使って調整します。オプションは様々なものがありますが、代表的なのは MSS オプションです。 MSS はマキシマムセグメントサイズの略です。コネクションを確立するときにセグメントの最大値を決めるときに利用されます。 IP のオプションはあまり利用されることがありませんでしたが、 TCP のオプションは様々な用途で利用されています。ここまでが TCP ヘッダです。TCP ヘッダの後ろに TCP ペイロードが続きます。ペイロードというのは積載物という意味を持っていますが、 IT の世界においてはデータ本体のことを指すことが多いです。それでは今回は TCP ヘッダのフォーマットをフィールド単位で一つずつ見てみました。最後に今回の学習内容をまとめていきます。まずはポート番号です。ポート番号というのはアプリケーションを指定するための番号です。送信元ポート番号と宛先ポート番号の情報が TCP ヘッダのフォーマットにはあります。次はシーケンス番号です。シーケンス番号は分割したデータの順序や順番を管理するための番号として使われています。確認応答番号は次に受信すべきデータのシーケンス番号を伝える番号として使われています。データオフセットは TCP で運んでいるデータの先頭、もしくは TCP ヘッダの長さを表している情報です。予約のフィールドは将来的に使うために用意されています。基本的には使われないので0000になっています。コントロールフラグは制御ビットとも呼ばれています。運んでいるデータの種類をコントロールフラグから判断することができます。ウィンドサイズは受信可能なデータサイズを表しています。ウィンドサイズを伝えることで効率の良い通信を行うことができます。チェックサムはヘッダとデータが壊れていないかを確認するためのデータです。緊急ポインタは緊急のデータの場所を表す情報として使われます。オプションは TCP の通信性能を向上させるための情報です。例として MSS オプションを紹介しました。 TCP ヘッダの後ろに TCP ペイロードが続きます。ペイロードはデータ本体のことを指します。それでは今回は TCP ヘッダ一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。